GSC ジュニアタック王者ヒロキ田中実。これまで4度の防衛に成功している鉄壁の王者組にバックブリーカーズ大原はじめ熊野仁が挑む。悲願のタイトル奪取となるか。第6試合 GHC ジュニアタック選手権、王者ヒロキ田中実組対挑戦者大原はじめ熊野仁組。結成からおよそ1年9ヶ月、未だジュニアタッグの栄冠をつかんでいないバックブリーカーズ、王座挑戦も1年8ヶ月ぶりになります。この時をどれほど待っていたことか。チャレンジャーバックブリーカーズ入場です。バックブリーカーズは8月にジュニアタッグリーグ戦準優勝、あと一歩の状況が続いています。それでも俺たちは諦めない。この2年近く力は十分に蓄えてきた。ファンの支持も掴んできた。大原は言いました。俺は行動で示してきた。ベルトを巻いてもっとノアを広めてみせる。さあ機は熟した。二人の執念がベルトを呼び寄せるか。トーナメント400ポイント、大原はじめ熊野仁バックブリーカーズ。大原はじめ熊野仁バックブリーカーズチャレンジャーリングインです。ノア今年最後のビッグマッチ横浜決戦、いよいよ GHC 四大選手権、まずは GHC ジュニアタッグ選手権です。2018年のジュニアタッグ戦線はこの2人が主役でした。5度目の防衛戦へ、チャンピオンヒロキ田中実の入場であります。うまさと経験を備えたジュニアのトップチーム、抜群のコンビネーションだけではない、腕十字や膝十字、打撃や空中戦も見せてきたトータルファイターコンビ。思えば4月に急増チームからスタートし、気がつけば4度目の防衛。今年はとどまることを知らなかった。来年に向けてさらにチャンピオン加速していきます。今日も勝って新しい年も俺たちがまだまだ上に行く。ジュニアのあらゆるベルトを巻いてきたベルトコレクター田中実。 GHC ジュニアタッグは3度体感、タッグのスペシャリストヒロキであります。GHC ジュニアタッグ選手権60分一本勝負です。チャンピオンはヒロキ田中実組。今ベルトが返還されました。チャレンジャーは大原はじめ熊野仁であります。GHC 四大選手権、まずはジュニアタッグ選手権です。チャンピオンのヒロキ田中組が大原熊野バックブリーカーズの挑戦を受けます。さあご覧のように熊野左目に絆創膏をつけております。3日前に左目を負傷しました。この怪我というハンデを背負ってさあ身構えております熊野仁。チャンピオンサイドはヒロキ落ち着いています。さあヒロキが一旦下がりました。田中実が先発であります。田中実と熊野の先発、試合が始まりました。
さて佐久間さん、バックフリーカースはまだこのベルトを取ったことがないんですね、うん、そうですね、まあ、あのタッグチームとしてのキャリアではね、こうチャンピオンチームよりも上なわけですから、はい、やはりここで、ね、結果をとにかく残したいですよね。ジュニアタッグリーグもあと一歩で頂点にはたどり着けず、ね、ベルトもまだ取っていないということでね、これが取りたい気持ちは大きいと思うので、それが気負いにならないようにはしたいですよね。おっと、ちょっと油断した、左目ですかね。そうですね、田中ミドルのハイキック、そしてヒロキの打撃を受けてしまいました。顔面を押さえております。熊野、3日前に左目を負傷した。この絆創膏の下はもう紫色に腫れ上がっております。さあ場外では大原と田中です。いや、だいぶこの骨には異常はないそうですけれども、うん、だいぶ重傷だそうですよね、この左目がね。そうですね、もう見るからにやっぱりダメージありそうですよね。花見してブレンバスター、おっと田中ミドルが余裕を見せております。ヒロキが予告通り熊野の左目を攻めています。思わぬハンデを背負い込んでしまいました熊野仁志チャレンジャー。顔面をまだ抑えている。ここでね、こう攻められるのは当然分かっていたでしょうから、はい、まあ、弱気にならないことですよね、熊野の方としては。そうですね、万全の状態で今日迎えたかったバックブリーカーズですが、熊野が手負いの状態、大原もまだ背中を押さえています。バックブリーカーズは8月のジュニアタッグリーグ戦の決勝でも早田洋平組に敗れました。あと一歩のところまで来ています。このジュニアタッグ王座にはバックブリーカーズはおよそ1年8ヶ月ぶり2度目の挑戦になります。さあちょっと熊野の表情を捉えましたが、だいぶ左目のまぶたのあたりが腫れ上がっております。さあ弘樹はサイドキック、ちょっとバックフリーカーズ立ち上がりから苦しいですね。そうですね、本来ならね、こう腰攻めをしてリズムを作っていくというのが彼らの戦い方ですけど、はい、その展開に、ね、持っていくところではないですからね今。やっぱ、まあ、熊野の、ね、負傷箇所があって、はい、チャンピオンチームはもう明確にそこを狙っていこうという狙いがはっきりしてますよ ね、 そうですね、田中ミドルが熊野を踏みつけていきます。田中ミドルはおっとミドルペッ、的確に顔面狙っていきました、ね、はい、田中ミドルはこの挑戦者バックブリーカーズの熱量不足を指摘しております。特に熊野には熱い思いを何も感じないと切り捨てていました。まあ、田中ミドルがこの熊野のやる気を感じない、熱い気持ち感じないというふうに言ってましたけども、これももうこの百戦錬磨の田中ミドルならではの挑発ですよね、はい、そうですね、熊野がこう熱くなるとやっぱりキャリアがねこの中で浅い分空回りしてしまうということもあるでしょうから、はい、それ前哨戦のうちからね透かしたりということもありますし、あるいは言葉で刺激したりというところですよね、それによって熊野はやっぱりまだベルトも取っていないということで焦りも当然あるでしょうから、そうでしょうね、そういったところでね、こうどうしても自分がというふうになればなるほど空回りしてしまいますよね、大原非常に試合巧者なので、はい、大原がこうねうまくコントロールして試合を作りたいところなんですけど、うん、それをさせないようにっていう仕掛けをチャンピオンチームは、まあ、試合開始からもそうですけど、まあ、試合始まる前ですよね、もう前哨戦段階からそういう仕掛けをしていますよね。そうですね、フェイスカット、そしてチャンピオンは早いスイッチワークで体力を温存しております。変わる変わる入ってくる、こういうタッチワークも巧みですよね。そうですね、さあ熊野がいきなりピンチに追い込まれております。熊野は来年の2月でデビュー6年になります。まだ一度も GAC と名の付くベルトを手にしたことがありません。今度こそという思いがあるでしょう。後輩の清宮海斗は今年グローバルリーグ戦に入賞しました。まあ、その清宮へのこの意識というのも絶対にありますよね。うん、そうですね、今その他ね今年は2人の新人もデビューしましたし、はい、やっぱりこうね生え抜きとして置いていかれたくないという思いもあるでしょうから、うん、なかなかこう巡ってこないチャンスですよ ね、 そうですね、このチャンスはもう絶対に逃したくないですよね、
熊野はこれまで GHC ジュニアヘビー級王座に3回、ジュニアタッグにも3回挑戦していますが、まだベルトに届いていません。ヒロキがスパルタカスチョップを連発する。あっと、エルボー、腰にエルボー、しかしすかさず田中ミドルが入ってくる。それもタックルで吹き飛ばします。5分が経過、ここまではチャンピオンサイドのペースでしたが、熊野が反撃、目を抑えながらじりじりっとコーナーに進む。あっと、場外から田中ミドルが大原の足を引っ張りました。そして場外フェンスに投げつけていきます。これはやっぱりうまく見てましたよね。チャンピオンのヒロキ田中組は4月にベルトを取りまして、およそ8ヶ月間で4度の防衛に成功しております。まあ、佐久間さん、思えばそれぞれがパートナーを失ったタイミングで組んだ急増チームだったんですが、今やすっかり完成したチャンピオンになりましたよね。そうですね、今の今日のね、この序盤の試合の進め方を見ていても、2人のこう呼吸が合ってますし、はい、まあ、カットに行くタイミングなんかもね、うまくアイコンタクトしてますし ね、非常にチーム力が高まってますよね。まあ、経験が豊富な2人だけあって、非常にこの要所を抑えた試合運びをしますよね。そうですね、またあの基本的にはやっぱり、ね、ベテランの田中がコントロールするという形なんですけど、まあ、ヒロキも、ね、サポートが非常にうまいですからね、まあ、お互いがこうお互いの良さを引き出し合っているという感じですね。さあ、熊野のこの顔面のテーピング、ガーゼを完全に剥がしました。ニードロップですね。もうこの負傷がむき出しの状態になっている熊野に対して容赦ない田中ミドル。この左目がこの負傷しているというのはこれまでね、これはあまりなかった事態でしょうからね、うん、そうですね、あのダメージもそうなんですけど、やっぱ視界が多分下がって、しまってるんですよね、はい、これだけやっぱ腫れ上がってしまうと、そうするとやっぱり見えづらいので、どこに相手がいるっていうのもそうですけど、コーナーの、ね、位置の把握であったりとか、そのリングをどうやって使っていくかっていう部分でやはり難しくなってしまってますよね。おっと、ブレインバスタの体勢、田中ミドルが、おっと、巧みにフロントネックロックに移行しました。この辺りはさすがに百戦錬磨。おっと、しかし熊野が腰を上げて、この体勢から上げていった、ブレインバスター。熊野仁志、思えばこの横浜文体のリング、田中ミドルが初めてノーマットに来た時、立ち塞がったのこの熊野でした。さあ、ようやく大原が入ります。大原はじめ、ジョン、そして走り込んでランニングフォアム、さらにシングルレッグキック、大原はじめが盛り返していきます。場内からは大原コール。まあ、とにかく腰攻めをまずね、このしたいですよね、パクリのね、おっと、決めたところ、はい、まあ、警戒されている中でも決めていく、はい、ということですよね。ダメージを少しずつ蓄積していければチャンスは出てきますからね。そうですね、バックフリーカーズの代名詞、腰攻め、とにかくこの腰攻めをしなければ勝機は見出せません。からドロキック、そしてヘッドスプリングで起き上がっていきます。ここまではチャンピオンが押しています。ヒロキ田中組、5度目の防衛戦です。小刻みのエルボーを打ち込んでいく田中ミドル、始めちゃう。おっと、バズソーキックがキャッチした。そしてバックフリーカー、2つ目来ましたね。そうですね、七色のバックフリーカーを持っております大原はじめ。ここまで2つのバックフリーカーを出した。この腰攻めを継続していきたい田中ミドルが、あっと、ミサイルキック、やはりこの追撃を許しませんね。そうですね、大原はやっぱバックブリーカーをね、2つ3つと続けていけば自分のリズムになるんですけど、うん、はい、1つ決めたところで切られてしまっているので、今ちょっと苦しいですね。ヒロキがラインをスタート、ふわっと中を割った。
然として試合の主導権を握っているのはチャンピオンチーム、ヒロキ田中実組であります。どうにかしたいこのバックブリーカーズ。おっと、バルクハンドルの体勢、バックブリーカー、やや強引に行きました。大原締め、10分が過ぎました。 GAC ジュニアタッグ選手権、さあ熊野が入る。どこまで回復しているか。もう左目腫れ上がって視界が悪い状態になっています。それでも行く。ヒロキはしっかりさばいていく。熊野が、おっとバックドロップ。バックブリーカーズとしては GAC ジュニアタッグ2度目の挑戦、熊野自身は4度目のジュニアタッグ挑戦になります。ヒロキが反撃に転じる。また顔面ですね。大原にもスーパーマンパンチ。そして田中実がリングに戻ってきました。攻撃の照準を熊野仁に絞り込んでおります。チャンピオンチーム、熊野が応戦する。おっとカウンター、スパルタカスチョップ、ローキック、そしてサンドイッチのドロップキック。大原がカットします。いやなかなかバックフリーカーズは自分たちの試合できませんね。そうですね、まあ、ここまでのところはやっぱチャンピオンチームは完全に試合をコントロールしてますよね。ヒロキは身構えている。目を見開いて狙っています。走り込んでいく。もしかしかわした。大原が入ってくる。熊野がラリアット。大原バックエルボー。さあバックフリーカーズの得意の連携、バッククラッカー。熊野が担ぎ上げた。アルゼンチンバックフリーカー。大原は田中実を捉えた。あっと無意味円。アルゼンチンバックフリーカーと無意味円完成。ああしかしヒロキが左目をかきむしる。消化所をかきむしっていきました。大原をうまく場外に追いやりました。やはりこの熊野の怪我がちょっとポイントになりそうですね。そうですね、やっぱりね、アルゼンチンバックブリーカーせっかく決めましたけど、まあ目を攻められてしまった、厳しかったですね。なかなかチャンピオンのダブル攻撃、トラースキックです。熊野苦しんでいます。得意の腰攻めもバックリガーズまだ思うようにできておりません。このまま押し切られてしまうのか。熊野がかわしていきました。あっとしかし田中実のハイキックをもらってしまった。ヒロキが担ぎ上げてマハラジャ。田中実のフットスタンプ、流れるようなチャンピオンチームの連携だ。ヒロキが道のくドライバー2。ここで大技敢行、熊野。大原が飛び込んでいった。おっと田中実のプランチャー。ここでやっぱり大原が分断されてしまうと苦しいですね。ヒロキが至近距離からトランスレイブ。熊野苦しい。チャンピオンは盤石の試合運び、5度目の防衛はもう目前であります。場内からは熊野コール。熊野危ない。また無防備な体勢からトランスレイブを受けてしまった。しかしすぐに返す。田中が入る。田中が円錐切り。大原を田中実がクロスフェイスで捉えた。危ないぞ。道のくドライバーベロー。さあ熊野返せるか。大原カット。危なかったですね。いやなんとかっていう感じですよね。ただまだ大原分断されてしまっているので、
おっと田中ミドルがいったムーンサルトアタック。いやもうこれ完全に大原を分断して勝負を決めに来ましたね。15分が過ぎました。 GAC ジュニアタッグ選手権、さあ腕をクロスさせたヒロキがピラミッドドライバー熊野、なんとかと上げた。しかしまだヒロキの猛攻は続く。熊野大の字動けない、大原も入れない。ヒロキがトップロープからステーカーとステーカースプラッシュ撃墜した、さあここですね、一つ流れを切ったので、はい、自分の武器をどんどん投入していきたいですよ ね、 チャンピオンサイドセコンドには諸橋がついている。熊野、さあ諸橋が必死に撃を送っている。いや熊野せっかく返したんですが、うん、次の攻撃に移れませんね。そうですね、かなりやっぱダメージが大きそうですけど、ここでねこうやっぱり流れを変える一手が欲しいですよね。そうですね、先に立ち上がったのは自爆した方のひろきであります。それだけこの熊野ダメージを負っているということになります。また負傷箇所にナックルを浴びせていくヒロキ。熊野が痛みをこらえます。その痛みを振り払うかのようにエルボを浴びせ、あっと強烈なナックル、ラリアット。しかし田中ミノルがまた入ってくる。熊野にジャーマン、しかし熊野はラリアット。大原が戻ってきた。熊野に指示を出す大原 VBM。 おっと熊野がベアボトムでヒロキを叩きつけた。あー入らない。これもう大原が完全にカットしてますからね。そうですね、熊野としてはチャンスですよね。ここが勝負だ。熊野腕と足を固めていけるか。新型のアルゼンチン、あーっと崩れた。体勢が崩れました。もう次ですね、次の一手いきたいですよね。アルゼンチンにこだわる。アルゼンチンバックフリーか。さあヒロキは、あーっとヒロキがこれバットしました。熊野が取りました。ついにタッグベルトダッシュ。バックブリーカーズが結成からおよそ1年9ヶ月でジュニアタッグ王座初体感であります。坂田さんいかがでしたか。いや苦しかったし最後崩れたんですけども、最後はもう本当執念ですよね。そうですね、何が何でもここでというね執念が実を結んだ形になりましたね。いや最後熊野は本当にこの左目ショーというねこのハンデを追いながらよくこの耐えましたよね。いやそうですね、とにかくやっぱ耐えたことですよね。耐えたことがもう本当に勝因ですね。はい、熊野デビュー5年10ヶ月で初のベルトを今受け取りました。いや熊野が初のベルトです。佐久間さん、長かったでしょうね。いやそうですね、まあ、思えばね、大原とのシングルのタイトルマッチをやって、はい、タッグ結成になったわけで、その舞台がここ、ね、横浜分隊でしたよね。あれからの時間、もう本当に苦しい戦いが多かったと思いますけど、いや、やっと身を結びましたね。ヒロキ、田中、ミドル組は王座陥落、新しいタッグチャンピオン、大原はじめ熊野仁志であります。おっと、諸橋です。おい、おい、約束覚えてんだろうな、おい、おい、そのベルト、おい、挑戦させろ、これ。諸橋が挑戦表明。すいません、ちょっと余韻に浸る時間も欲しいんで、ちょっと待って。諸橋さん、僕確かに言いましたよ、挑戦受けるって。ただパートナーは決まりましたか？決まってんだろうが、G1
純太来い。俺おっと宮脇がリングに入ってきた。純太だよ。どうだ俺、純太と俺でおい挑戦させろ。これどうですかお客さん。すごいな、純太。みんな純太の試合が見たいんですね。わかりました。そういうことだったらやる必要があると思います。だけど一回も勝ったことのないやつが簡単にベルトに挑戦していいんですか。俺は良くないと思う。だけどこんだけお客さんが見たいという意見も大事だと思う。だから両方の間を取って一回査定試合しましょう。もし俺たちに勝ったらお客さんも会社も納得する。そうだろ。無意味えなアイデアですよね。というわけで来年タッグで対決しましょう。楽しみにしています。もういいですか。今日はありがとうございました。熊野は片目をほとんど見えない状態で潰しながらフラフラになりながら一生懸命戦いに来ました。こいつはみんなに厳しいこと言われても諦めないで頑張ってきました。今日の試合からもすげえ頑張ってるのが伝わりました。片目から血流しながらベルトを奪う姿に俺は感動しました。ありがとう。だから今日は熊野に最後喋ってもらいます。俺は中締めします。というわけで今日も無意ビエン。やっとやっとやっとだ、ベルト取ったぞくれ。さっき挑戦表明してきたやつはいるけど俺は上の世代しか見てねえからな。おいおい、このベルト使って俺はもっと上を目指していく。今日は本当にありがとうございました。熊野仁志デビュー5年10ヶ月で初のベルト。これまでの悔しい思いが今日報われました。佐久間さん、はい、まあ、チャレンジャー早くも現れました、うん、諸橋宮脇組ですがいかがでしょう、うん、そうですね、やっぱりこう熊野はねベルトを動かしたということでね、ハイネキの若手である宮脇もそれを見てやっぱり動くという気持ちになったのかもしれないですよね。やっぱりこう新しいチャンピオンが誕生することによって新しいうねりというのが生まれてきますから、この後ね苦しんで取ったベルトだけにバックブリーカーズにはねこういいチャンピオンになっていってほしいですよね。大原熊のバックブリーカーズが GAC ジュニアタッグ王座、嬉しい初体感です。今日終わったのは第34代 GHC ジュニアタッグ時代の話で、
まだまだこれ終わったわけじゃないんだ。俺ら今こうやって同じユニットの村橋君が言ってるし、俺とひろゆき君になってまた勢いはあるし、以上です。何査定試合、ああもう何だっていいよ、おい、はい、おいそこでよ勝ちゃいいんだろ、おいおい勝ってよ、はい、お前挑戦までこぎつけてやる、はい、ああおい見ろお前純太、ああお前こんなお前マイクやってんだぞ、おいおい成長したよな、はい、オッケー勝って絶対挑戦してやるからな。見ましたか、こんな今まで勝って片目こんなに潰れた状態で戦い抜くレスラー、ああなかなかいなかったと思いますよ。最後もね、比べないながらも絶対諦めなかった、こいつはスリーカウント入れさせなかったしギブをしなかった、あんなにやられてやられてフラフラになっても諦めないでがむしゃらにアルゼンチンかけて勝った、俺はすげえと思うよ。こいつが7年ぶり8年ぶりな生え抜きの久々の新人だってことは今日の試合からも分かる、こいつは根性の男だよ、這い上がってきたよ、すげえ俺は本当尊敬するよ、うん、やっとバックビーカーズもこうやって結果出した、苦しい約2年の期間だったけどこいつの生き様と一緒だよ、諦めないでやることの大切さを教わったと。これからはまあジュニアだって世代闘争だよ、広く田中に今日は勝った、あとまだいるだろう、小川だっている、鈴木小太郎だっている、まだまだだよ、これからもっともっと上のやつを倒して俺たちがしっかり時代を作っていくから、トマラ今日はありがとう、最後行ってやる、やっとだ、デビューして6年目、大道叩いてやっとベルト手にしたぞ、俺は絶対このベルト簡単には手放さない、そして俺はこのベルトを使ってさらに上を目指していくだけだ、おい、さっき出てきた宮脇知らねえよ、俺は上の世代しか見てねえからな、この防衛、このベルトの防衛戦は上のやつと戦うための、ために使う切符だ。